はいえー、今回はですね、FX オリガル日で FX のテクニカルどんな形で進めてるのかちょっと紹介したいと思いまして、えー、本日4月10日の朝7時のね、15分足をちょっと紹介しています。この後にですね、さらにね、その後どうなったかっていうところも合わせてお話しますので参考にしてください。ではこの図から何を考えていくかというと、まずは左半分の方ですね。左半分の方。あれこれじゃ丸じゃないよ。左半分の方を考えていきます。 そして今度は右半分の方を後半で考えていきます。左半分の何を考えているかっていうと、この値動きにどんな特徴があるかってことですよね。例えばここで跳ね返されて、ここで跳ね返されて、ここで跳ね返されて、この辺りでも跳ね返されて、上に行こうとしているのが下に行く、上に行こうとしているのが下に行くっていう、この一定のリズム、感覚が見えると思うんですよ。で、こういうふうに過去にどんな動きをしているかによって、未来を予測するのがテクニカルです。 こうやって共通の点を線で引きますよね。そして、このブレイクっていうんですけども、ここブレイクして上の方に行っちゃいましたよね。そしたら今度ね、この線の特徴が変わってくるんですよ。下から上がってくるのが跳ね返されて、下にまた戻っていくっていうところから、今度上に、上から来たものが跳ね返されて上に行くっていう特徴に変わってくるわけですよね。そうすると、どういうことが予想されるかっていうと、今これ、下に向かってるでしょ この下に行く限界値がここだってことが分かるんですよ。100%ではないんですよ。高い外然性を持ってそうなると。そしてその後はこれ跳ね返って上に行くってことが見えるわけなんですよ。で、この特徴を生かして、ここからですね、1時間半ほど経った時間軸の方をちょっと見てみようかと思いますんで、ちょっと画面切り替えましょう。はい。はい、速下軸の久保です。お疲れ様です。FX の相場解説、こちらの方は FX オリガルヒの中で、まあ切れ目なくやっているわけなんですけども、 まあ、リアルタイムに近い形でやってますんでね、えー、これに基づいて、あのー、チャートの方をチェックしていただければ、エントリーポイントなり、利覚ポイントっていうのがすごくわかりやすいっていうことですね。まあ、今日はその一例を申し上げたいと思います。えー、4月10日の朝8時半なんですけども、実はね、あのー、前回の動画放送が、まあ、7時か6時半ぐらいにしたんですけども、こちらの方にリズブプラインがあって、 下から迫ってくる値動きがここで何度も跳ね返されてるっていうお話とねそれからここを一旦抜けると今度はレジサポ転換といって上からの圧力に対して跳ね返るっていうところをお話ししたんですけどもまさにここね跳ね返って上の方にいってるように見えますねでこれをねもうちょっと細かく分かりやすく30分の方でも見ていくんですよでそうするとレジサポの切り板が大体この辺りに設定できます131円の865です まあそうするとあら不思議でしょここで下に跳ね返されている動きがずっとあったわけなんですけども一旦抜けるとね今度は下の方に行きにくくなるわけですよそれまでは上の方に行かずにこうやって V の字をいくつか作っていてなかなかこう突き破れないなみたいな感じになっていたんですよねでも突き破ると今度はここで跳ね返るようになるわけですよ、まあ、これがテクニカルの特徴なんですよねまあ基礎の基礎ですよねでこれをちょっと後追い解説になりますけども レンジといって下に跳ね返ってるところもこうあるわけじゃないですかですんで上と下を線で結んででここにボックスっていうね箱ができるわけなんですけどもこの幅のことをレンジつまりレンジオプションっていう戦略なんですよねまあそうするとですねこの上を抜けない限りはここであれここでセルをかければ 利益が見込めるってことになりますしここで倍をかければ見込める利益が出るってことになりますよねこうやって上下どっちともに利益をずっと取っていくのがレンジオプションっていう戦略なんですよねでブレイクってのは何かっていうとここを突き抜けて抜けた場合ですよ抜けた場合ブレイクって言ってある程度までこれがね伸びていくんですよこれを取っていきましょうっていうのがブレイクですねじゃあブレイクは大体どこまで取ればいいかっていうと今回は実態によって線が引かれてますちょっと一旦全部消しますよ レジサポラインは、ここで線が引かれてるでしょ大体、ローソク足ってのは、ヒゲと実体ってあるんですよ。実体がこうで、ヒゲがたまに出るやつがね、こういう風にあるわけですけども、今回は実体でこの線を引きましたんで、ヒゲ先の一番先っぽを越えたら、ブレイクって言って、今度は倍でエントリーしていきましょうってうことをやると、この間が取れるわけですよね。まあ、こういう風にして、 積み重ねていくのがテクニカルで利益を取っていくってことになりますでもちろんねあのここでセルをかけてますんでロスカットが生まれるわけですよこれはもう経費なんですよねうんここでセルの方をかけていてこっちですねここでもう一回セルをかけるわけですよそうすると逆方向に行ってしまってここの水準でロスカットをしたのと同時に新しく倍の方にブレイクアウトでついていくんですよね ちょっと多少のロスカットは出るでしょ、ここで。これがだからロスカットの技術ってやつですよ。まあ、それを日々学んでいけるのが FX オリガルヒということになります。はい、じゃあ今回はですね、一般公開動画でオリガルヒで何を学んでいるかってことをちょっと紹介してみました。以上、お疲れ様です。